地滝キャンプ場、固定寺村から見る雲海田島牛の放牧風景。小四郎区は、兵庫県三方郡上町に三つある、地域自治区の一つである。旧三方町と同域。2005年4月1日に、三方郡三方町、村岡町、木の崎郡霞町が合併し、上町が成立した際、住民の要望により、旧三方町域は、旧来の地名、小四郎を復活させ、 小ロ区という名称になった。日本で最も美しい村連合に加盟している。同連合で認定された登録地域資源は、和牛のふるさととしての小ロと、味方残酷マラソン全国大会である。夏の小白谷兵庫県の北部の田島地方に位置し、周囲を山に囲まれた非常に自然豊かな地域。中央部を北流する八田川の源流域をなす。 一つの谷で一つの球町という珍しい地理的特徴を持つ。なお、小城という地名は小さい田んぼを意味し、棚田の発達した山村地域でもある。また、構築連携の循環型農業や小規模な和牛繁殖経営が存在し、かつ現在の田島牛の基礎を形作った、前田修介や田尻松蔵、黒毛和牛の99.9%を子孫とする、な牛、 タジリを排出するなどしたことから、和牛のふるさとと言える地域である。基地滝平山の棚田尾平山の棚田をジロスキー場のゴンドラリフト、上町小四六は、田島牛のふるさとである。隣接する上町、村を各及び新温泉町とともに、ただし、和牛の閉鎖育種が行われている。上町小四六に属する大技の名称とその読み方。 格王技の郵便番号は、下記の通り、ありがとうございます。